な。あ、これだ、これこれ。ベルさんに嫉妬するようになりました。可愛いよね。心がムカムカしてしんどくて辛いです。アンジュの好きが聞けないとこのままだと、ね、このままだとずっとこのままだと思います。お願いします。PS、公女に腹パンされるのと毎日罵られるのどっちがいいですか？腹パン。腹パン。だって腹パンは腹パンしても大丈夫だよ、アンジュみたいな、好きだよ、みたいな感じなんでしょ？でも、毎日罵られるのは腹パンされないけど、いや、ほんとキモいわ、みたいな感じでしょ？絶対無理。腹パン。腹パンしながら大丈夫だよされたい。それなら大丈夫。精神崩壊してしまう。アンジュの精神が崩壊する。それは乾でもそう。乾でも、いや乾はでも、乾に罵倒される、いや、具合によるな。具合による。ちょっとならあり。うん。うん。かな。頭パクる、それは。いや、でも、罵倒は悲しい。罵倒は悲しいやん。うん。いやー、ののしられながら抱きしめてもらえる。いや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 。そういう、いやもう、いや、無理だわ、多分。言葉が刺さる。なんか、体の痛みより心の痛みの方が私多分弱いんだよね。だから、その、腹パンは、もしかしたら、なんか、愛情表現かもしれないけど、罵倒はなんか私は多分それ難しくてみたいな話あるですかね。あれなんか消えた今。大丈夫か。 OK ね。あ、好きだよって言ってほしいんだっけ。ごめん忘れた。あ、ごめんごめん、大事なとこ忘れてました。ごめんなさい。腹パンで花咲かしちゃったわ。好きだよってやつね。ちょっと待ってね。もう一回出すか。あ、好きか。いやもう、好きは恥ずかしいから、好きだよでいいかな。いや、ちょっと謎の差なんですけど。言えって言われて言うのね、難しいんだよな。よいしょ。よし、言います。さらっと言うようにと思って言いますって言ったけど、ちょっと待って。ふう、好きだよ。はいはい、オッケー。はい。はあ、まあね、頑張ってみんな生きていきましょう。明日も明後日も私のために生きて。うん。